ジャズコーラス、JC40 を弾いてみようと思います。このアンプはステレオでアウトプットすることができまして、もう今これはステレオで、つないでいます。TC のノバディレイというディレイをで今ステレオで、出しているんですけど、最初ちょっとモノアルで弾いたんですけど、ちょっとねマイクでちょっと分かりづらかったので今もステレオで弾いています。体感はねできるんですけど、まあ、とりあえずステレオで。ではちょっといろんなモードがあるので弾いていってみようと思います。まずは、ビブラートモードから弾いてみます。2種類モードがあります。マニュアルモードとフィクストモード、あるんですけれども、マニュアルモードはデプスとスピードを調整することができて、好みの深さを、調整することができます。でフィクストモードはもう最初から、決まった値で、まあ、調整ができなくても常にこの音が出る感じですね。ではまずマニュアルモードからちょっといじっていきます。ディストーションって結構バリバリした音がするので、あんまりちょっとも好みがあったと思うんですけど、これは結構派手にかかります。ノイズも盛大に出ますけれども、まあなかなか細かく音がしますね。で、次は、ちょっとせっかくステレオなので、まあ、ディレイをちょっと使おうと思います。でこれはピンポディレイにしてるので、ちょっとわかるかな、一応こう左右のスピーカーでこう飛ぶような感じにしてるんですけど
まあこんな感じですね。なんかこういろいろいろんなことができるので、とてもクリエイティブになれるアンプだと思います。ちょっとまたなんか面白いことが、なんかこう気がついた時にまた動画を上げてみたいと思います。どうもありがとうございました。